すみません、ごめんちょっと、誰も映すあ、来た来た。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トニーです。ジャイです。はい、今回はね、このエイブルシスターズの店がね、できたということで、この建て方をね、紹介していこうかなと思います。本当はこれの建て方だけやったんですけど、これが工事中の時に、うん、案内所もね、変わったんですよ。大きくなったな。そう、タイミングは一緒ですね。エイブルシスターズが工事中の時に、こっちもなんか工事しだすからみたいなことを言ってましたね。うん、そう、だからエイブルシスターズを作ればこれが解放されると思ってて大丈夫だと思います。まずね、絹代さんとは、4回会うんですけども、1回目はたぬき商店の中で会いました。で、2回目、3回目、4回目は案内所の目の前で会いましたね。はい。で、まず1回目の絹代さんなんですけども、これたぬき商店の中で会ったってことで、もしかしたらたぬき商店が立ってる状態じゃないといけないかもしれないですね。で、さらにたぬきちの3匹の動物の移住希望者のイベントも進めとかないといけないと思います。たぬきちのイベントで、まあ、箸かけるんですけど、まあ、それをかけた後ぐらいに一発目の絹代さんと出会えたと思います。で、2回目、3回目、4回目は案内所前に現れるんですが、2回目の時はあんまり僕のことを覚えてくれてなくて、で、3回目来た時は名前を覚えててくれてるんですね。で、その3回目会った時に絹代さんから、お客さんがいないとお店出すのも無理だわっていうような話されるんですよね。ということは、これたぬきちのイベントと結構関係してると思うんですよね。そのたぬきちのその移住希望者のイベントっていうのは、まあ単純に島に動物たちが増えるっていう、増やすためのイベントなんで、うん、そのイベントをね、やっぱりやっとかないと3回目も来ないんじゃないかなって思いますね。で、ある程度そのたぬきちのイベントが進めば4回目来るっていう流れだと考えてます。で、その4回目来た時にはもう店出すよっていう話をねしてくるので、あとはこっちで土地の場所をね確保するっていう形になってきますね。あとはもう勝手に放置で建築されていきますね。ただし一応念のためにですね、その2回目3回目絹代が来た時に、まあ、服とか売ってはるんですけど、一応ね、15,630円分のお買い物してます。はいはい、ということで先輩、うん、ちょっと行ってみます。どこへ？まずこのここ入りますか。おう、あのしずえさんもおったんで締め出されてましたね。今回はね、お裾分けプレイでやってますね。うん、あ、しずえさんがいるよ。しずえさん、あ、お久しぶりです。 ちょっと待って、先輩喋れないでしょちょっと、はい、は、はじめまして、案内所スタッフのしずえと言います。トニーさん、声をかけてくださったのは初めてですね。今後ともよろしくお願いします。こちらのカウンターで主に住民、あー、しまめろですね。あ、旗も変えれる感じね。旗変えれる、そうですね。ほんで島民について、これまたあれかな、あの口癖とか変えれるんですかね。はい、ということで、まあこんな感じで、ちなみにこれはあれですね、作業台になってますね。うん、はい、ほんだらシスターズのとこ行きますか。日替わり商品ね。招きには今の季節のおすすめコーデ、あ、おすすめコーデあるんだって。定期的に入れ替えるので、コーディネートの参考にしてくださいね。招きに飾ってある商品もお買い求めいただけますよ。マジで？ねえ、その人ちょっと喋ってみますか。うん、これね、あさみさんね、久々ですね。あー、これまた毎日、あー、喋らないといけない感じ来ましたね。優しい関西弁や。ねえ、関西人か。これも関西人ですよ。一緒ですね。プニー関西人ちゃんとやるのな言ってんすか、カミカミじゃないですか。よし、こっちから行くぞ。あー、12新着して、なるほどなるほど。
じゃあちょっと行ってくるわ。はいはいはい、行ってらっしゃい。あ、いっぱいありますね。めっちゃあるやん。なんかいろいろ来てくださいよ。 A 押したらなんか切れるんちゃいます？そこで。あ、こう可愛いですね。服着とこ。おお、ポーズも。あ、色違いがある。あ、色違いいいですね。これもいいな。あ着せ替え人形みたいなね。着せ替えいいっすね、ポーズが。ニワトリですね。あ、回る。あ、今風のグラスありますよ、先輩。嫌やな、こんな島おらんとってほしいですよ、これ。これでええわ。これえ、めっちゃ悩んでましたけど、これこれどう、これにするのめちゃめちゃ悩んでたけど、なんか靴とかなんか結構バラバラしてますよね。ええんや、これセンスないね。先輩センスなくないですかそれ。僕がセンスっていうものを見せてあげますよ。お金返してなかった。買えるか。あー、結構いけますね。まあ、マイテザはまた別動画でいきましょう。はい、じゃあ見ててくださいよ。トニーやったらな。はい。やっぱモヒカンやろ。なんかこれでもつけたくなりますね。あったらね。気になる。それでええんちゃう？そういうお兄ちゃんいそうやな。こういうお兄ちゃんいますよね。これにこれですって。なんかお前、僕男やけど。何そんなアホなっぽい。アホって言わないの本当に。ちょっと待て。なんすか。お前、はい、センス見せるとか言ってうちと同じやん。だって今種類少ないです。おめ、ということでね、ここ、あ、リッキー、リッキー、リッキーが来て、うちの島においで。リッキーが来たのね。やったー、リッキーだ。嬉しいなー。いいの？あとでまた話そう。トニー、はい、3匹来たって新しい子3人見てないってこと？そう、全員まだ見てないですね。あ、そうなんや、リッキーいいな、かわいいな。はい、ということで、まあ今回はこの辺で終わりましょうか。うん、楽しめますね、こうで。もっとやっぱり増やしたくなりますね、服とかね。うん、はぁ、じゃあそしたら今回はこの辺で終わりたいと思います。先輩、じゃあ新たなコーデで写真撮って終わりましょうか。あ、リッキーもおるし、今ね、あ、ほんとですね。リッキー、リッキー、あ、パチパチしてる。よし、みんなで映るぞ。よし、気が超邪魔。これでいいかな。うん、はい、じゃあこれでポップで撮りましょうか。あ、あ、ジブリじゃない。あ、ジブリじゃない。ジブリじゃないよ。先輩、先輩、喋って聞いてください。先輩、うち喋れへんの。あ、そうか。うち男だから。私が、ちょっと待って。私も喋れないわ。はい。で、ポップね。はい、じゃあ、はい、撮りますよ。うん、はい、チーズ。あー、リッキー。リッキー。リッキーがいっちゃう。リッキーって言って、先輩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 。じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。それではトニーでした。チャイでした。またね。じゃんなー。あ、ちょっと待って、かぶるかぶる。ちょっとダメだダメだダメだ、先輩こっち向いて、早く、あっち行っちゃうから。はい、それではまたね。じゃんなー。